可憐なアイボリーメジャーデビュー記念東名阪ツアー夢で見た今の私の開催も決定。ハニーワークスがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ可憐なアイボリーのメジャーデビューアルバム白じゃいられないが2025年1月29日にリリースされる。グループは10月17日に東京ゼップ新宿東京でデビュー3周年記念ライブ可憐なアイボリーサードアニバーサリーライブ少女たちとアイボリーを開催し、新曲少女たちとアイボリーを新メンバー4名を加えた12人の新体制で初披露。合わせてこの曲をリード曲としたアルバム白じゃいられないのリリースを発表した。可憐なアイボリーは2024年6月よりグループにとって初となる新メンバーを募集するオーディションを開催し、オーディションの中から選ばれた4名が新メンバーとして加わった。メジャーデビューアルバムの初回限定版には10月17日開催の可憐なアイボリーサードアニバーサリーライブ少女たちとアイボリーのライブ映像が収録され、通常版はメンバーの様々な一面を楽しめる可愛い版かっこいい版の2形態が発売される。またリリースの発表に伴い新たなアーティスト写真が公開。アイボリー色の衣装をまとい船をバックに撮影された新ビジュアルはメジャーデビューを迎える可憐なアイボリーの新たな船出をイメージして撮影された。さらに可憐なアイボリーメジャーデビュー記念東名阪ツアー夢で見た今の私の開催も決定。12月から愛知、名古屋レニーリミテッド、大阪、バナナホール、東京、ビーツ渋谷を巡る。可憐なアイボリー新メンバープロフィール。一ノ瀬直、ニックネーム、直ちゃん、生年月日、2001年9月8日、年齢、23歳、血液型、B 型、出身地、長野県美町、153cm、趣、味、メイク、特に、ウインク、心理学、可愛い、ココユ、ニックネーム、ココユン、生年月日、2009年9月5日、年齢、15歳、血液型、A 型、出身地、愛知県美町、158cm、趣、味、温泉、岩盤浴、可愛い動物の動画を見ること、特技、ダンス、洗濯の早畳、立花ミク、ニックネーム、ミクちゃん、ミクシー、生年月日、2004年11月11日、年齢、19歳、血液型、O 型、出身地、長野県美町、160cm、趣、味、を見ること、文章を書くこと、特技、エレキギター、モデル、ロケット、西原ゆうさくら、西原ゆら、ニックネーム、ゆら子、生年月日、2006年11月26日、年齢、17歳、血液型、B 型、出身地、広島県美町、151cm、趣、味、料理、食べること、動画鑑賞、特技、モノマネ、アラームをすぐ消せる。リリース情報、2025.01.29ON セールアルバム、白じゃいられない、ライブ情報。可憐なアイボリーメジャーデビュー、記念東名阪ツアー夢で見た、今の私。12.06 金曜日、愛知、名古屋レニーリミテッド。12.22日曜日、大阪、バナナホール。2025年0111、土曜日、東京、ビーツ渋谷。可憐なアイボリーオフィシャルサイト、ハットプス、karennaivory.jp/